あれ、ティマイオスいないみたいだな。あれ、この二人は。あの、パイモンに旅人さん、そのティマイオスに何か用事があった？いやいや、いつもならここにいるからちょっと気になっただけだ。なるほど、彼ならアルベド先生に呼ばれたよ。代わりに私がここにいるの。協力が必要なら私を呼んで、いらないなら私そこで本読んでるから。うん、ありがとうな。オイラたち使い方は慣れてるから心配ないぞ。そうだよな。さすがはあの風魔竜を倒した人だね。そうだ、あなたならきっとアルベド先生の役に立てるかも。そういえば前もお前とティマイオスからアルベド先生って人の話を聞いたけど、そいつもモント城の錬金術師なのか？紹介が遅れてごめん。アルベド先生はセピロス騎士団の首席錬金術師、私とティマイオスの先生でもあるの。普段はティマイオスが錬金術を教えてるとこしか見かけないけど、そのアルベドは先生の先生ってことだな。はい、先生は世界の真相の探求に力を入れてて成果もたくさん出してるの。先生の助けを求めるためにわざわざモンドに来る錬金術師もよく見かけるよ。どんな難題でも先生に聞いたらすぐ解決するの。おー、すごい人なんだな。うん、でも最近先生の研究がうまくいってないみたいで、会う時はいつも元気がないの。あなたが体験した冒険はきっと先生も興味があるはずだから、インスピレーションのきっかけになるんじゃないかな。先生は礼儀をわきまえた人だし、彼を助けたらきっと相応のお返しをもらえるはず。それに需要を感じないぞ。お返しはやっぱモラがいいな。アルベド先生は今ティマイオスと一緒に雪山にいるはず。案内したいけど錬金場から離れるわけにはいかないから、雪山の入り口で探してみて。先生は穏やかな若い方で学者のオーラがあって、それから、ごめん、どう説明すればいいかわからない。とにかく探してみてちょうだい。うん、わかったぞ。錬金や研究の話になるとスクロースのやつ緊張がほぐれてたな。研究者気質っていうのはああいうことを言うのかな。とにかく例のアルベド先生を探しに雪山に行くぞ。参加しないって言ったよね。もっと大事なことがあるの。でも今回は記念的な行事だし、シスターのみんなには出席してほしくて。それは君の考えだし、他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわ。それは君こそ今回の行事の責任者よね。変だと思わないの？どこか変かな。今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね。
君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないの？え？そんな、みんなはそういうことしないと思う。それは証拠次第じゃないかしら。それとも君は他人を疑うことを知らないの？安心して、君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ。私が参加すると思ってないでしょうからね。これ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけど。そうだった、大事な記念行事、遅刻したらまずい。じゃあ戻るね。なんかあのシスター、詭弁しか言ってなかった気がするな。さっきから気づいてるわよ。君たち誰？何のために盗み聞きしてたの？気をつけろ、危険なやつだと思うぞ。少なくともずる賢いのは間違いない。あら、長い歴史を持つセピロス教会のメンバーよりも君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど。今の聞こえたのか？すごい小声で言ったのに。ふん、浮遊物を連れた異邦人。なるほど、君が風魔竜を倒した栄誉騎士、その肩書きに免じて盗み聞きの件は多めに見てあげるわ。でないと君たちの返答次第では最悪牢屋に入れる可能性もあるから。え、モンドのシスターは不審者の確保も担当してるのか？少なくとも見て見ぬふりはできないでしょ。シスターにだって正義感はあるわよ。なんだか違和感があるけど、否定もできないな。君たちこそ何のために雪山に来たの？彼を探すならその足跡をたどってみるといいわ。雪が止んでからここを通る人は結構多かったから、まだ残ってるといいんだけど。もしかしてお前も彼を探しに来たのか？違うわ、これらの足跡に元素力が残ってたからね。職業病みたいなものよ。警戒しておいて損はないわ。勝手に思ってなさい。私も彼の様子を見に行くから、行きましょう。足跡に元素力が残ってるなら元素資格を使えば。